革新政党とは、現状、現体制、既存の政治、経済の体制に対して、政治、経済、社会体制の基本的な改革を主張する政党のこと。反保守主義の勢力を指し、一般には、社会党や、共産党を指す。第二次世界大戦後の日本においては、左翼的、進歩的政党を指す。保守政党と、革新政党とを合わせて、 捕獲と呼び、捕獲対立、捕獲白昼などと呼ばれた。ヨーロッパ諸国などでは、第二次世界大戦後には、イデオロギー対立が弱まり、捕獲量自命を含む連立政権が成立しており、日本においても、冷戦終結後の1994年には、自由民主党と日本社会党の連立政権が、誕生するなど、政策距離は以前ほど大きなものではなくなっている。 戦後、55年体制下の日本の政治において、社会主義や共産主義を掲げた日本社会党や、日本共産党、沖縄社会大衆党などの左翼政党を指して、使用された。捕獲の対立軸は、日米安全保障条約、自衛隊、憲法改正、天皇制などが中心であり、公害、社会福祉問題を契機に革新勢力が増したものの、 1980年代の財政悪化に伴い保守勢力は行政改革、規制緩和、民営化などを打ち出して革新勢力と対立した。保守政党は保守合同で自由民主党となるも革新政党は路線の対立から単一の政党となることはなかった。巨大な保守政党である自由民主党に対抗する位置づけを持ち日本社会党、 日本共産党、民社党、公明党などの抗議における革新政党が議席の3分の1を占めることによって五権派としての役割を果たした。1970年代半ば頃までは人間性社会主義を掲げた公明党や民主社会主義を唱えた民社党についても革新政党に分類されることもあったが、それ以降は両党を 中道政党と分類するようになった現在では、自社差連立政権が成立した1990年代半ば頃を境に沖縄県を除き、使用される頻度が低下している。日本において2017年現在、政党要件を満たし国会に議席を持つ政党のうち、自身を革新と規定したまたは外部から革新政党として認識されている政党には以下がある。 以下、戦前に、革新を名乗ったが、革新派でなく、また、戦後の革新政党とも異なる。ありがとうございます。